レッドブルは1987年にオーストリアで誕生したレッドブル社が販売しているエナジードリンクである。レッドブルは1年間で75億缶が販売されており世界のエナジードリンクの中で最も高い市場シェアを誇っている。オーストリアの起業家ディートリッヒ・マテシッツはチャリアを言うウったタ・ヤーガタイで初めて紹介販売した。 クレーティング・ドエングという既存のエナジードリンクに触発された。彼はこのアイデアを受け継ぎ、欧米人の思考に合うように成分を改良し、チャリアオと提携して1987年にタイのチャッカポンにレッドブル社を設立した。タイ語で、ダエンとは赤を意味し、クラティンは南アジア原産の大型の野生種の牛である。ユーイッタヤーの相続人は、 両方のブランドの過半数の株式を所有しており、同じレッドブルと黄色い太陽のロゴを使用しながら、タイと西欧のそれぞれの市場で、別々の飲み物を販売し続けている。レッドブルは、背の高いスリムなブルーシルバーの缶に入って、販売されている。当初は、通常のフレーバーと、無糖タイプのみで販売されていたが、2013年からは、人工的なフルーツフレーバーの、 カラーエディションが追加された。レッドブル社のスローガンは、レッドブルは翼を与える、時折、ノーレッドブル、ノーウィングスである。レッドブルは、伝統的なマスマーケティングのアプローチを、踏襲するのではなく、レッドブルクリフダイビングワールドシリーズ、レッドブルエアレース、レッドブル、クラッシュドアイス、ストラットス,スペースダイビングプロジェクトのような、目立ったスタントなど、 独自のエクストリームスポーツイベントシリーズを通じて、認知度を高め、ブランド神話を作り上げてきた。レッドブルのマーケティングには、複数のスポーツチームのオーナーシップ、セレブリティのエンドースメント、レコードレーベルのレッドブルレコードを通じた音楽なども、含まれている。レッドブルのエオエには、お牛がデザインされている。 エナジードリンクは、アルコールと一緒に摂取すると中毒状態の影響を隠してしまうなどの健康リスクがあり、過剰摂取や反復摂取は、心臓疾患や精神疾患を引き起こす可能性があるとされてきた。しかし、欧州食品安全機関は、レッドブルや、その他の一般的なエナジードリンクの適度な消費は、安全であり、標準的なレッドブル感に含まれる。 カフェインの量はエナジードリンクの他の代表的な成分やアルコールと悪影響を及ぼす可能性は低いと結論付けている。エナジードリンクにはカフェインと砂糖が与える効果があるが他の足したような成分が影響を与えているという明確な証拠はない。1978年に設立された DCE ファーマシュティカルインダストリーによりクレーティングドエングの名前で タイで開発された。その経営者であるチャリアを言うイッタヤーは、もともと TC マイシンという会社を設立し、痛み止めの製造、販売を行っていた。当初、タイでは、お札パーが代理で販売を行っていた、リポビタン D が、ほぼ、タイでの市場を独占していた。そこで、TC ファーマシューティカルはターゲットを低所得者層に絞り、積極的な売り込みを行った。 しかし、独自開発した M150 や、リポビタン D を要するオソサッパー社を上回ることは、できず、マーケットシェアは10%強に止まっている。1984年に、オーストリア人のディートリヒ・マテシッツが、国際的な販売権を獲得。独自の配合で数年をかけて、改良を行い、レッドブル、レッドブルの名称で販売を始めた。マテシッツは、 ビジネスで日本に来た際に日本を中心とするアジア諸国で栄養ドリンクが大きな市場を形成していることを知り欧米でも同種のビジネスが成り立つのではないかと考え調査を進めているうちにクレーティングドエングに出会ったというまた商品開発にあたっては特に日本のリポビタン D から大きな影響を受けているとインタビューで語っておりその成分が参考にされた レッドブルエナジードリンクはヨーロッパ地域はもとより北アメリカ地域やオセアニアアフリカそしてアジアにも進出したアメリカイギリス日本等ではレッドブル翼を授けるのキャッチコピーが使われている日本では現地法人のレッドブルジャパン株式会社が販売及び輸入を担当2005年12月初めてクラブやバーに登場し その後の2006年4月より、関東、関西地区のセブンイレブンでの販売を皮切りに、ファミリーマートや一部のエクソンモービルのガソリンスタンドでも販売されたほか、その後はコンビニなどでも販売する。2013年5月からは、キリンビバレッジ株式会社と販売ライセンスに関する契約を締結し、レッドブルエナジードリンクと、レッドブルシュガーフリーの 各 185ml 缶を同社が管轄する自動販売機で販売を開始した。なお、日本で売られているレッドブルは、カッコ原産国が異なっており、オーストリアの他にスイスなどの原産国が見受けられる。2021年2月1日より、日本では価格改定を実施。合わせて 185ml 缶が、在庫限りで終売となる。 レッドブルにはカフェインが含まれている。レッドブルを含めた主な飲料のカフェイン含有量は以下の通り。以下はレッドブルの製品一覧であるが、オーストリアのレッドブルとタイのクレーティングドエングとは会社も中身も全く異なっている。2011年に横浜市元町商店街で行われたデモ走行。ドライバーは トロロッソのセバスチャンブエミレッドブルカラーのエクストラ 300S レッドブルはスポーツを通じて積極的な宣伝活動を行っている。2009年には162分野の500人近いスポーツ選手を支援した。エクストリームスポーツや e スポーツのイベントへのスポンサー活動を精力的に行っており若年層の支持が非常に大きい。オーナーのマテシッツは モータースポーツの愛好家であり、F1 や BMX、モートジッピー、ダカールラリー、マスカールなどにも広く関わっている。また飛行機コレクターとしても知られており、多数のレストア機のデモ飛行やエアレースのスポンサードを行っている。レッドブルでは、PR 用に改造された BMW ミニを使用している。ただし、車体後部に搭載される缶の上部が、 地上から2 0 0 0トルを超えるため、ベース車が5ナンバーである初代、2代目でも枠を超えて3ナンバー登録となっている。最大の特徴は後部を大幅に改造して、設置された巨大な、レッドブルカインであるが、これはオブジェで、その下部には、製品約400から480本を冷やしたまま、収納、移動できる、冷蔵庫が設置されている。日本では、 レッドブルガールズと呼ばれる女性が二人一組となって日本国内の各用都市やスキー場及び各イベント会場にてサンプリング配布を行っている。車両のナンバープレートはすべて283となっている。これはキャッチコピーのレッドブル翼を授けるの翼と283を引っ掛けているためである。車両費用は改造費を含めて600万円。 サンプリングカーとは別に、大型4輪駆動車を改造した、イベントカーがある。ラインドローバーディフェンダーベースの車両と、トヨタメガクルーザーベースの車両がある。いずれも、音響機器を搭載し、イベント会場などで音楽を流すことができる。ミニ同様、これらの車両のナンバープレートは、すべて、283となっている。ありがとうございます。